スクルンベルゲラオルシキアナは、サボテンカスクルンベルゲラ属の植物である。栽培が難しいため、この種自体はほとんど流通しないが、色咲きで花が大型という特徴があり、いくつかのシャコバサボテン栽培種の交配元となっている。ブラジルのサンパウロ州とリオデジャネイロ州の境界にある、ボカイナ国立公園とトレスピコス州立公園の標高1000メートル付近にのみ分布する。 ただし最初の例が少なく、詳細な分布範囲は不明である。他のスクルンベルゲラ族同様、湿度の高い熱帯高山気候の樹林の中で、木の枝岩丈に着生して生育する。養生形節が分岐しながらいくつも連なる、この属に典型的な形態をしている。養生形節は側面に2、3個の突起がある、小板状で全体的に、 スクルンベルゲラトルンカータによく似ているが、形節の大きさが、長さ50から75、幅32から45、ほどでやや大きい。時に赤みがかったり湾曲する。先端の形節に、やや垂れ下がった、筒状の花をつける。花は、中心が白、外側が、カーマインレッドで、大きさが、長さ90ミリメートル、直径90ミリメートルも、あり、この属最大の大きさである。 スクルンベルゲラとルンカータとの比較では、サイズが一回りほど大きいこと、花弁のそりが少なく垂れ下がっていること、花筒が10ミリメートルと短いなどの差異がある。栽培株は初期に採取されたクローン1とクローン2よびその子孫に限られる。クローン1よびには、共にウイルスに感染していることが判明している。熱帯高山気候出身の植物であり、 栽培においては、激しい温度変化は避けるべきである。夏は摂氏25度、冬は摂氏14度以上の温度に長期間さらさないことが望ましい。根が脆弱で低温時や水のやりすぎにより腐敗が発生する。高周性はなく、開花は温度依存とされている。適切な栽培下では、敷き咲きする。スクルンベルゲラタルンカータとは容易に交雑し、 後輩種は8月、11月、3月に開花する傾向がある。1978年にスクルンベルゲラ族の新種としてクローン1に由来するものがホロタイプに指定されて記載された。2011年に掲載された葉緑体ゲノムを使った2つの系統解析では共にスクルンベルゲラトルンカータやスクルンベルゲラルセリアナに近い位置に置かれている。 abcdefghajs, マクミーラン &j 会ホロウィン、クリスマスカクティー、ザジーナスシュロンバーガーイッツハイブリズ、デビット・ハント、p26、ISBN0951723464、abcde x、e, ハード・マイヤー、大シュロンバーガー・アーシキアナ・ストーリー。2019年10月14日閲覧。アリス・カルバント、ダニエラ・シーザッピ。 フェリックス・フォレスト、ルシャ・ジー、ローマン、モレキュラー・ファイロジェニー・オブ・トライブ・リップ・スリディ＆タクセナミック・インプリケーションズ・フォー・シュロン・バーガー・ハチオラ、モレキュラー・ファイロ・ゲネティックス・ワンド・エボリューション58、456から468、ドイ、10.1016。 j イ・ンペル、二 2011.01001? オシャディア・コートコバ、トーマス・ボーシュ、ディート・マルカク・アンドット、ナイジェル・ P ・テイラー、カイカイ、ミューラー、ビル・ヘルム・バーサレット、ホワット・ドーズ・イット・テイク・ツー・リゾルブ・リレーション・シップス、アンド・ツー、アイデンティファイ・スピーシーズ・ウィズ・モレキュラー・マーカーズ、アム・エグザンプル・フロム・ザ・エポフィティック・リップ・ス・リディ、シストマティックス・アンド・ファイト・ジオグロフィー98 1549から72、ドイ、10.3732、アイビー100万502。ありがとうございます。